ツイッター見ました絶対に否定しないですかそのままの私を見せても本当に大丈夫ですかライブを拝見しております時々激しく動揺するエバッサの人間らしさそこに心理カウンセラーとは違う一面を感じています素晴らしいですお世話になりますよろしくお願いしますよろしくお願いします <laughs> 絶対に否定しないですかってさ否定しないですって言うじゃん私が だけどこれってどれだけ言っても意味ないんだよ。なんでかってうと私が今から死ぬまでの間否定しない顔を見届けなきゃいけないんだよ。見届けて初めてあこの人否定しないんだってわかるんだよ。<laughs> 一回でも否定したら絶対否定しないことにならないじゃん。うん、もちろん否定しないって言うけどまあ限界来たら否定するんじゃない <laughs> 否定っていうかあのさ否定じゃないんだよ。あの 例えばさそのままの私を見せてっていうじゃんしたらそのままの私って攻撃的なんですってバシバシ殴られてたら逃げるに決まってんじゃんうんいやそ,そういうあなたはあなたはそういう人ですねって受け入れるけど逃げるよ普通にだって殴られたくないじゃん <laughs> 変えようとしないってことそうそう変えようとしないってことを人うんまあ極端な例だけど殴ってきたらに殴ってくるとかそういうのは極端なわけじゃんだけど そうじゃまくいろんなことを利用してこっちをこっちが否定されてるんだ本当は逃げる時ってこっちが否定されてるから逃げるんだけど逃げると否定されたっていう攻撃をまたしてくる人とかたまにいるからそういう時はあの何言われてもいいんで逃げます、うん、まあお互いリスペクトがない関係は無理なんで、うん、まあでも そそうそう絶対に否定しないですかってこれ過去のこと入れたら過去は否定してますよ人のこと <laughs> あの自己肯定感が低かったんで劣等感がすごいあったんで他人を否定して優越感を感じるみたいなことはやってましたよ若い時はうん今はそんなことしても意味がないと思ってるから自分の成長の成長したいっていう気持ちの方が強いからそういうことはしないうんただねなんか弱ってたり疲れたりするとね無意識に、まあ、否定とまではいかないけど アドバイスとかしたくなっちゃう時あるんだよねアドバイスってさその人がしてることと違うことを言うわけじゃんだからそれは否定になっちゃうってそう捉える人もいるじゃんうんあと私は A だと思いますって人に私は B だと思いますってあそうなんだそうなんだ D じゃんだけど A と思う人に私が B です B だと思いますって言うと否定されたっていう人もいるんだよ否定,否定じゃなくて自分の意見言ったんですよって言ってもああ否定されたってすごい傷ついて怒る人とかいるからさ そういうい人もしそう感じる人に否定しないですかってもし言われたらそれは無理ですってなるよね、うん、だってそ,んなそうしたら全部同意しなきゃいけなくなっちゃうじゃん同一がさ全部同じ意見に合わせなきゃいけなくなっちゃうわけじゃん、うん、そうそうだからまあ人より否定しないですよ <laughs> 普通とか一般的な人より、うん、いで否定,されな否定されなかったって言ってくれる人が多いうん まあ否定することも否定と感じるこ相手が感じることをする時もあるかもしれないけどその時はちゃんと教えてくれれば説明するけどね説明するしああ本当に否定してるわってなったらちゃんとごめんねっていうしうん時々激しく動揺すればその人間らしさ <laughs> そこに心理カウンセラーとは一違う一面を感じていますそうそうこれねもうね例えば私がさちなんかさ 正しい知識ば,かをばっかりを言ってたらさ「で、私は幸せです」「正しいことしてるから」っていう情報を流したらさ「あこの人は私と違うんだ」って感じて「脱落していく人が出てくるんだよ」で私みたいにな私がすごく自分がすごい偉い強い幸せっていうのをアピールしてそこだけ見してね。 でああそういうの憧れますってついてきてそういうのが楽しい人はそれでいいんだけどさまあほとんどの人脱落すると思うんだよあ,あこの人は違う人だみたいなこの人は特別な人だから私は同じやり方しても幸せになれないなってなる人がこぼれ落ちる人が絶対いるからそっちを救いたいんです私はそっちの人が大半だしだってメンタリスト大悟見てメンタリスト大悟みたいになれないでしょ <laughs> だ結局自己肯定感下がるよ自己評価下がるし そんんだったらどんな自分でもいいから自自自分分分をを肯定して自分の好きなことをやる自分が本当に好きと感じることをやる嫌と,や嫌と感じることはやらないってそれだけでいいじゃん別にそれで幸せになれるんだからどんな自分でもいいじゃんだからなんだろうすごいと思われることをやめてあえて絶対しない絶対っていうかすごいと思われないように気をつけてん、うん、だからダサいじゃん激しく動揺しちゃって。 はあ、辛いとかムかつくとかそういうダサいダサくても大丈夫だよっていうところを見せようとしてますだからあえてダサくしてんじゃなくてそのままの自分を見せたらダサいんで大丈夫なそれは大丈夫なの <laughs> そうそうそうなんかねこんなんでも大丈夫だよっていう感じにしたいんだよねっていうか大丈夫だからそう思ってほしいっていうかこういう人間にならなきゃ幸せになれないよっていうのは嫌なんですよ やだっていうかスタイルじゃないなっていう自分のうんそんな感じですね素晴らしいですって褒められてるんでね素直に喜びます <laughs> ありがとうございますえー、っとはい質問ありがとうございます以上です